どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとしてご利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは坂口杏吾作心霊殺人事件です 坂口安吾はですね年年生まれ1955年没のの日本の小説家家家評論家随筆でですす坂口安吾はですねファルス的、まあ、ちょっとしたお笑いといいますかね、えー、あとナンセンス作品とんでも設定というかというかまあそういう作品で、えー、有名だったんですけれども推理小説にもそれが反映されておりましてすごくこう変わった題名が多いんですよね。 推理小説で言いますと、不連続殺人事件ですとか、連続殺人事件じゃなくて、不連続殺人事件、あとあのー、ピッチャー殺人事件、投手ですね、殺人事件とか、でこの、えー、心霊殺人事件もそうなんですけど、こうタイトルを見たときに、どういうことってなる、えー、ものが多くて、非常にワクワクしながら、えー、読ませてもらいました。 この作品はですね元記述師が探偵役として登場して心霊術師と対決するっていうところから始まっていくんですねこの設定もかなりワクワクするなぁと思いながら楽しく読ませていただきました、えー、皆さんも一緒に楽しんでいただければ幸いですそれでは改めまして本日朗読していくのは坂口安吾作心霊殺人事件ですそれでは本編をどうぞ 坂口安吾「心霊殺人事件」伊勢崎久太夫はある日二人の霊人から奇妙な依頼を受けた「心霊術の実験に立ち会ってインチキを見破ってくれ」というのだ久太夫は今は旅館の主人だが元は記述師で。 名名知れたたであった記術師の目から見れば心霊術などは幼稚極まる手品で暗闇でやるから素人をだましうる程度の種と仕掛けだらけの差術に過ぎないのである熱海の旅館などでもこの心霊術師を呼んで実験会をやるのが一時流行したこともあったので管優はその向こうを張って 種もも仕掛けもある心霊術実験会と称し、記述師の立場から術を用いて、心霊現象の数々を巧みに実演してみせた。白昼、大観衆の眼前で術を行う記術師から見れば、暗闇で怪奇現象を見せるぐらい、お茶の子さいさいというものだ。こういうい経歴があるから、 心霊術の砂術を見破ってくれという依頼が来ても不思議はないがしかしこういうことを個人的に依頼するその必要が奇妙というものだご家族に心霊術に起こりの方でもいらしてお困りというわけですかまあそうです父が戦死した息子私たちのお兄さんですがその霊に会いたいと申しまして心霊術の結果によっては ビルマへ行きかねないのですビルまで戦死なさったのですねいいえ戦死せずに生き残ったと父は信じているのですなぜなら1ヶ月ほど前に兄の幽霊が現れてビルまで土人の女と結婚して子供が2人あるからよろしく頼むと父に申したんだそうです「マラリアでこんなに痩せた」謎を申しましたよしで 多分幽霊が現れた時に死んだにそういないから孫を引き取りにビルマへ行きたいそれについては兄の霊を呼んで土地の名や女の名を知りたいと申すのですそうでしたかしかし心霊術はともかくとして死ぬ間際に霊魂の作用が働く例はおお、実際にあるようですねですから お兄さんが一ヶ月前まで生きてビルマに土着しておられたのは本当かもしれませんよ。そうかもしれませんが、ですが今はの間際に知らせに出るぐらいなら、この九年間に手紙の一本ぐらいくれそうなものです。多分父の夢ではないかと思うのですが。なるほど。あるいは気のせいかもしれませんな。しかしそういう理由からでしたら、息子の霊に会いたい、 土地の名や女の名を知りたい孫を引き取りたいこのお志はお気の毒じゃありませんかお父様の気の済むようにそっとしておいておあげになってはすると姉らしい方がくすりと笑って世間の人情はそんなものかもしれませんが私たちの一族では馬鹿らしいだけなんです子供たちを産みっぱなしで ろくに我が子らしいいたわりも見せてくれたことのない父が、ビルマのあいの子の孫に限って引き取りたいなぞというのが、滑稽なんです。嫌がらせなんでしょう。本心なら狂気の沙汰です。それとも、ビルマのあいの子なら、ライオンか山猫並みに育てるにもお金がかからず、気の向くままに放り出すこともできるから、とでも考えているのでしょうか。ともかく、 私たちにとっては不愉快な出来事なんです失礼ですがお父様とおっしゃる方は氷菓子の五感千七です血も涙もないので名高い父ですが我が子に対してもそうなんですよすると戦国旅館の番頭の一寸法師の達さんはあなた方の弟さんですか いいえ兄さんなんですあれが慈恵で戦死したのが長男なんです私たち二人は嫁いでいますから働く必要もないのですが一寸法師の兄はあのように旅館の客引き番頭ですし末の妹はファッションモデルをやっております姉が苦笑して語っている間妹は面白そうに微笑しているのである 五千七の名を聞いてなるほどそれなら話がわかると九太夫は思ったしかし奇妙な兄弟たちだなと内心に驚いたのである何より変わってるのは4人の兄弟の顔立ちが全然違っていることだ姉の克実は売りザネ顔の美人であるが次女の緑は丸顔の美人で 雅美はおちょぼ口で受け唇だが緑は大口で時々カラカラ笑っている末のファッションモデルのいとこは「先年熱海でミスな々なりの線があった時管優も見物に出かけて知ってるのだがこれはまたんのようなくしゃくしゃした顔でしかし妙に色っぽくて」 るしミスなになりの3頭ぐらいだったようだ一寸法師の達夫は西郷隆盛がしかめっ面しているような大きな顔で首から足までは顔の倍ぐらいしかないお客のトランクを地面すれすれにぶら下げて歩いているがバカ力があるらしく両手に大トランクをいくつもぶら下げて 疲れた顔もせずに歩いているのであるだいたい他人に対して血も涙もない人間というものは親子の情に限ってすこぶる細やかなのが一般の例だ自分の血のつながりだけが自分の城安住の血というわけかもしれないところが五感千七は例外で教区の富を握りながら 一寸法師のせがれに宿屋の客引き番頭をさせているのだ次女のみどりは岸井という旅館のせがれにお嫁入りしているが千年の熱海の大火で累章したその時復興の資金を借りにみどりの舅人が泣きついた時金貸しが商売だからお貸しはするが新築の建物を担保に利息はこれこれと。 どおりの行りを要求して一部一輪も負ける様子がないのでけんか別れとなった始末だ克実も緑も類の少ない美人であるから今回に当たり前に暮らしているがさもなければ肩身が狭くて今回に居づらいにそういない親類の付き合いなどというものを千七は生来知らない様子であった「冷血ぶりもここまでくればと」と 仙七の人物を大いに認めるものもあるほどだったこの仙七が人々に評判を確かめた上日本一と名の高い吉田康松という術師を大和の国から呼ぶことになった心霊術には大道具が必要であるからそれをはるばる大和から運ばせて滞在費謝礼等2万何がしの金がかかる。 氷がついて戻る金でなければビタ一文出したことのない戦士がビルマから「愛の子の孫を呼ぶため息子の霊を呼ぶため」と称して2万何がしの無駄をする場合によってはビルマへ行って孫を引き取ってくる参院で孫のお産をさせるよりも何百何千倍の無駄であるがその無駄をも辞せぬ魂胆はそも何事であるか。 息子の一寸法師や三人の娘が他人以上にこれをいぶかったのは無理がない子供たちにビタ一文やらぬための魂胆ではないかなぞと疑りたくなるのも当然だった父からビタ一文だって当てにしている私たちじゃないんですけれどその魂胆が尺なんですよ嫌がらせに心霊術のからくりを暴いて鼻を明かしてやりたいのです 無論父が兄の霊に会うという日は父一人で私たちが会うことはできないのですがそれだけでは私たち4人の兄弟が納得できませんと申しましてね他に一日私たち兄弟主催の実験会を開いて父にも出席してもらうことを許可してもらったのです無論そのための費用やら余分の滞在費は東方持ちに決まってますが心霊術師の旅費と 大道具の運賃まで半分東宝持ちという公理の条件でしてね父との商談ですからそれぐらいは覚悟の上で父の鼻を沸かしてやるためならそれぐらいの金は出してあげようと私や妹の主人たちも大変乗り気なのです先生への謝礼も十分にいたすつもりですからぜひぜひ出席願って心霊術のカラクリを暴いていただきたいのですさようですか それではお話は分かりました。私も心霊術の実験にはだいぶ冷やかしがてら出かけましてあの記述師のやつが来てるんじゃ今日の実験は中止だなぞと嫌われるようになったものですが大和の吉田康松には幸いまだ顔を見知られておりません。日本一かどうか存じませんが大層評判の術師ですね。よろしゅうございます。お言葉のように私が出向きましてからくりを暴き 私が同じことをしてお目にかけますが悟られると吉田康松が実演をいたしませんから「記述師の伊勢崎九太夫が来てる」などということは気配にもお出しにならぬように「心霊術に凝っている誰それ」というように良い加減におっしゃっておいてくださいましこうして管優も当日出席することに話が決まったのである。九太夫にしてみれば、 心霊術のからくりを見破ることにはもう京がうせかけていたのであるがほかならぬ五官千七一族の血と金に絡んだ一幕であってみれば改めて京は新進だ眼前の姉妹にしても天性の美貌と何がしの気品虫も殺さぬような優雅な風ではあるけれどもその少年のほどはどんなものだか。 勝の言葉は落ち着きがあって物静かではあるが語られている内容は甚だ異常な非人情なものではないかその心を人の形に表せば一寸法師の客引き番頭のような姿に化するのかもしれない失礼ですが皆さんは一つばらのご兄弟でいらっしゃいますか一つばらに見えないのですか 四人の方々それぞれお顔に似たところがございませんのでねよくよく似ていないらしいですね皆さんがそのようにおっしゃるのですよですが一つ腹の兄弟なんです似ていないのは顔だけじゃありません心も性格も全然別なんですよ至って仲もよくないのです4人に一つ共通なのは父を憎んでいることだけです 姉がまだ言い終わらぬうちから妹はカラカラとこきみよげに笑い続けた管夫も小さい時からの記述師商売日本はおろか海の外まで回り歩いてちょっとのことでは物おじしないたちであったがこの姉妹には少々びっくりさせられた心霊術のからくり同様人間の心のからくりも 概ね鷹の知れたものであるが五官千七一族の心ばかりは人間並みでは計りきれないような感じを受けた心霊術の実演よりも五官一族の心のもつれを目にする方がどれくらいまたとない見ものだか知れない多年鍛えた記術師の眼力で徳と,と観察してみようと思ったのである 五千七が息子の霊を読んでビルマの孫を連れてくる謎というのはどう考えても学面通りには受け取れないそもそも千七は長男を特別扱いしていなかった一寸法師や娘たち同様厄介者扱いでそれでも大学へは入れてやったすると招集を受けたから名誉なことである我が家の誇りでもある 「大いにお国のために働いてください」と大層感動を激励したのは厄介者が一人減って大助かりだという気持ちからの国家への感謝感激の表れであったろうと人々は推察した他に特別の愛情を示した例はなかったのであるそういう次第であるからそもそも息子の幽霊が 千七に一目会いに現れた謎というのが大いに眉唾のでもしも生き残ってビルマに土着したのが事実とすれば日本へ帰って千七の顔を見るのがやりきれないせいだろう千七の妻女は2年前に死んだがそういう自勢ではないからといって葬式も出してやらなかったもっとも克美、緑、いとこの姉妹3人は それには至極賛成で愛情のない葬式なんか出さない方が良いお定裁に無阿弥陀仏など唱えるのはかえって不潔でいやらしいという説であったが一寸法師の達男だけが不満不服を漏らしたのは母に愛情が強かったせいであろう母は一寸法師が宿の客引きをして大荷物をぶら下げてよたよたしているのを気の毒がっていた 唯一の家族だったからであるしかしとにかく千七がビルマの孫を引き取ると称しその所在を知るため長男の霊を呼ぶと称してはるばるヤマトから吉田康松という心霊術師を呼び寄せることになったのは事実であるからそもそも彼の真の魂胆は何であるか兄弟そろってまず持ってこう考えたのは当然であろうところが 半年ぐらい前から仙七の様子にいささか変なところがあった時々陰鬱な顔で放心しているようなことがあったのである陰鬱なのは今に始まったことではないが放針を人に見せるような仙七ではなかったまた時々イライラせかせかしているようなことがあった こういうい様子も人に見せたたでではなかったのである。だから、千七の心に何事か変わったものが生じていたに違いないが、さればとて、戦死した長男への愛情ということは考えられない。彼が長男の幽霊を見た、ビルマの孫を引き取りたいと言い出したのはずっと後のことで、つまり何事か心の変化の生じた挙句に思いついた、 公実としか考えられないのであるし,かし4人の四人の兄弟が一様にこの心霊術の実験に反対のわけではなかったいとこは反対どころかむしろ大いに霊のお告げがあることを望んでいて面白いじゃないのお父さんの本当の魂胆は見当がつかないけどあの冷血無残のケチンボウが。 何百万をもお金使って本当にビルマへ孫を探しに行くとしたら面白いわその時のケチンボーの顔を見てやりたいな大いにけしかけて嫌やなくビルマへ行かせてやりたいと思うわこういう考えであった父の金などあてにしなくても高級の取れるファッションモデルのことだしまだ若いから屈託がないのだ これに反して深刻なのは一寸かし彼が兄弟の最年長者であり唯一の男でもあるから当然家を継ぐのは自分だと決め込んでいるだから宿屋の番頭をしながらも経済界のことには勉強も注意も怠らず株屋だの銀行員の客と見れば根掘り葉掘り聞き出して経済界の実相というものを身につけようと努力し 父あと直ちに父の会社の社長に収まってもいっぱし通用できるように常住座が怠ることがないのであった今は宿屋の客引きだが未来は氷菓子会社の社長と心に固く思い込んでいるのであるこういう達夫であるから仮にも孫を引き取るとあれば衝撃は深刻で ビルマに兄さんの子供なんかあるはずないけど親父があんなことを言い出すからには兄さんの奥さんと子供が必要なんだだから必ずビルマから兄さんの奥さん子供と称してビルマの田舎女とその子供を連れてくると思うね親父の商法は一般の商法では見当がつけられないけれど例えば財産を無知猛摩な異国の女子供名義に 書き換えるような必要があるにそういないねだから例のお告げってやつを通用させちゃ我々の破滅され、ね、特に僕のような一寸防止には深刻だよ是非とも心霊術のインチキを暴かなくっちゃ口中からのべつ泡を吹き立てての必死の熱弁であり決意であった克実と緑も父の魂胆はわからぬながらも とにかく兄の未亡人とその子と称するビルマ人に乗り込まれては迷惑だたとえ父の道具に過ぎない異国人でも仮にも兄の未亡人とそのことあっては自分たちに都合のよくなるはずはない心霊術のお告げのインチキは是非とも見破って無効にすることが何よりなのだだから辰夫らの管裕に頼むところは絶大で

さようですか承知しましたが場所は父の屋敷でそれは珍しいことです同行家の屋敷内ならともかく見知らぬ依頼者の実験に応じる時は大概旅館でやるものですが運び込んだ大道具が大変でしたろうそれは大層な荷物です丸通便の宅装で相当な大荷物が一つ 駅止めの荷物ときてはこれに輪をかけた大荷物でおまけに当人自身がオートランク2つぶら下げてきましたただいまこれを開いて人を遠ざけ自分一人でせっせと会場の準備をいたしておりますが宅送便の方がちょっと遅れて昼過ぎに到着いたしましたんで親父と何やら悶着を起こしておりましたこの荷物は今日は使わないようです これがいわゆる高齢術の七つ道具かもしれません。そのために例の対面が後回しになったのですか。立ち入ったことはわかりませんが、だいぶ父と相談しておったようです。父も体操を乗り気でして、いつも熱海には土曜の夕方に来て、月曜の朝に東京へ戻って、月曜からは東京止まりの習慣ですが、今回に限って、 木曜の夜こちらへ来て金、銅と出勤もせずに熱海止まりです。忙しい人間なんですが、よくよく出なくちゃこんなことはありません。母が死んだ翌日も、もう東京へ出かけたんですからね。よほどの期待があるんですよ。いえ、何か、ただならぬ魂胆があるんですよ。さもなくちゃ、こんな例外がある道理がありません。 僕もね、ビルマから変なやつに乗り込まれちゃ先が真っ暗になっちまうもんですから旦那だけが頼みの綱でどうかまあよろしくお頼みいたします参拝9杯の手でくれぐれも頼んで戻ったのであるその晩8時に克実と緑の車に迎えられて管優が五官千七の屋敷へ入ってみると 応接室には男の先客が一人,人は克実の夫茂木文治他の一人は緑の夫岸井友信であった岸井は同じ旅館業であるから組合の会合などで顔を合わせて知り合った間柄だが茂木の方は東京住まいの勤め人であるから初対面だ。 ししかし一見した時はて見た顔だなと思ったのであるだゆうは商売柄注意力観察力記憶力などが非常に良いちょっと印象に残った顔は電車に乗り合わせただけの顔でも季節場所などとともにその顔を忘れないような立ちである茂木を一目見てこれは軍隊で見た顔だと思った 五尺八寸もある大男がっしりした骨組み四角のあご鋭い目やがて管裕はありあり思い出したシナで見た少尉だ大学を出たばかりの鬼少尉だ人斬り少尉だ便遺隊の容疑者と見ると有無を言わさず民家の住人を引っ立てて 得意の腰のもので首をはねていたという鬼将尉強盗強姦にかけてはつわもので彼は部下に大もてだった部下は与得にありつけるからだ九田雄は戦時に記述師として処方に慰問旅行をしたその時中止の奥の日夜銃声の絶えないところで この将尉の部隊を問した。彼が部下を率いて討伐に出かける姿を見たのであるそして彼の恐るべき所業の数々をむしろ賛美として語る人々の話を聞いたのである当然戦犯として捕らえられて叱るべき人物だがと九太夫は考えた。 こういうい人間に限ってキューバの行動迅速で雲をかすみと三千里昨日の敵は今日の友めったに馬鹿を見ることがないのであろう確か忠誌の奥でお目にかかりましたな私は奇術の慰問に出かけたんですが慰問の始まる前に討伐にお出かけでしたその名も高い鬼唱衣と承りましたが い,いえ、とんでもない僕は内地の舞台にゴロゴロしてたんです茂木はプイッとそっぽを向いてつまらないことを言うなとばかりたばこの煙をプープー吹いた記術は2階の15畳の座敷着席して九太夫は驚いた 床の間を残して全部暗幕を下ろしているのは当然だが天井まで暗幕で覆っている下はじゅうたんを二重に敷き詰めているのであるこれではどんなからくりでもできるではないか天井の暗幕の上からもじゅうたんの下からもコードやひもの細工ができるこのように暗幕とじゅうたんで完全なトーチカを作るのは もっぱらその本拠ないし同類の屋敷内でやる時で見知らぬ出張先ではこれほどのことはやらないむしろやれないのであるなぜなら本拠や同類の家と違って見知らぬ依頼者の家ではいろいろと仕掛けを改められる恐れがあるからだそのかわりこのように暗幕の統治下をつくれば相当の荒芸がやれる例えば 幽霊を出すこともできるしテーブルやピアノなどを空中へ浮き上がらせることもできるしかしそれにはそれだけの仕掛けがいるから改められればばれるのである部屋の中央に丸いテーブルがあったしかし術者はそのテーブルに座るのではなく床の間と並んでボックスがあるのだそのボックスは 後ろと左右の三面と上下が板張りになっており客席に向いた正面だけが暗幕のカーテンになっているその中に椅子があった術者はその椅子に座すのであろう一般に椅子に座して手足を縛りつけるのが例であるこの縄を抜けるのは簡単だ下遊は10秒前後でできるのである 丸いテーブルの上にはメガホンやハモニカや人形やラッパや土瓶や茶碗などが載せられていたこのじゅうたんも吉田康松さんがわざわざ持ってきたのですか蔵優は不思議に思って達夫に聞くといいえこのじゅうたんは当家のものです暗幕と箱と椅子とテーブルの上の物品とが術師のものです テーブルはあれも当家のものですテーブルの側面にはポータブルが置かれているそれも術師のポータブルであった術に入る前後に音楽をかけるのであるすると中央のテーブルにだけは仕掛けがない管優は術師の姿が見える前にその重さを測ってみた かなり怪力の管羊がかろうじて両手で持ち上げる重さであるからガタガタ動かすぐらいが関の山であろう千七と吉田安松が現れて席に着いたするとその後からいとこがあたふた現れて「ああ間に合った近頃土曜日が忙しくってねあっちこっちの坊やから誘いがかかるしやれやれ」「どっこいしょ」 と座った。見るとすでに吉田康松はボックスの中の椅子にかけ千七が手首を縄で戒め椅子にくくりつけた足には縄をかけなかった念のため見においで千七の言葉に達夫といとこが立って確かめたが達夫は 自分でもう一巻き余分に椅子に巻きつけたそしてカーテンを下ろし「あんまりきつい方じゃないがまあまあ」と感服しない顔で戻るすると千七はすでにちゃんとポータブルを前に座っていて「術の前後に音楽を鳴らす」「術者はこの音楽中に 徐々に術の状態に入りまた音楽中に徐々に術の状態から覚める習いになっておる音楽を鳴らす場合を心得ているのは私だけだからこれを私がやる曲はユーモレスクだ誰か伝統を消しなさいタバコをご遠慮願うこのために灰皿の用意もなかったのだ 慌ててタバコの箱で火をすり消しているうちにいとこが立って電灯のスイッチをひねった千七がよその座敷や廊下の電灯を消しておいたので一瞬にして真の闇になってしまったテーブル上の夜光塗料を塗った品物だけが浮いて見えるおお という、遠い山のフクロウのような声が聞こえた初めて発した吉田康松の声なのであるするとそれに続いてポータブルが回り始めたあまりその場にふさわしくないやや甲高の音楽であったその音楽が終わりの方に近づいた一瞬管優にとっては 思いいががけなこことが起こった。テーブルの向こう側にドーンと重い何かが落下したからであるテーブルの上のものではないそれはそのまままだ動いたものがないからであるかなりの重みの鉄の玉のようなものらしくドーンと落ちて転がったようだ続いて きききききききガガ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 ンガンガン。ガンガンしっきりなしに深い極まる体温を発するものが、テーブルの向こう側を動き回り始めた。これもテーブルの上のものではない。目に見えないものだ。何か子供のおもちゃの類であろうか？しかし、おもちゃの金属質の高温を。 さらに何倍もけたたましくしたようなもので怪物どもの鳴き声とも笑い声とも怒り声とも取れるような周回な音響だ部屋いっぱいに跳ね狂うように充満して響き立つのだからたまらない「うんうん」うん、処方で誰かがうめきを発した。 一人のうめきを聞くと引きずられて思わずうめかずにはいられなかったのである快音が3040秒続いて終わるとすでに音楽も終わっていたにわかにハモニカが宙に浮いてプープー鳴り始めた人が吹いているのではない。なぜなぜらハモニカは、 人の頭よりも高いところをくるくる舞い回っているからである突然メガホンも宙を舞い始めた続いてラッパが舞い上がった3つ一緒に目まぐるしくくるくる舞い狂ったあげくにわかに3つ同時にテーブルの上へ転がり落ちたのである今度は笛が舞い上がったそして 物悲しげな笛の音がかすかに宙から起こってきたしかしそれも人が吹いているのではないなぜなら笛は木から木へと飛ぶムササビのように右から左へ左から右へ絶え間なく激しい運動を続けているからだ人形が舞い上がった物悲しげな笛の音は なおもかかすに断続している。にわかに二つが空中高く舞い上がって落下したすでに土瓶と茶碗が舞い上がっている二つがカチカチ触れ合う離れるまた触れ合う土瓶が傾いて茶碗に水をつぎ込んでいる土瓶と茶碗の上下の距離が離れたり近づいたり ドビンと茶碗が一回転して前へ落ちた人々は固唾を飲んで待ち構えたが心霊現象はそれで終わっていたのである人々は今にテーブルが動き出すかと特にそれを待っていたもっともそのテーブルには夜光塗料が塗ってないから動き出してもドスンバタンと音を立てるぐらいのものであろう しかし九太夫がそのテーブルを改めたのを人々は見ているから特にその期待が大きかったのであるしかしいつまでたっても何事も起こらないまた終わりの音楽も鳴り出さないとうとうしびれを切らせて人々の中には身動きを始めたりせき払いをする者も,も現れた するとボックスの方から「おお<ー>と例の遠い山のフクロウのような声が聞こえてきたしかし何事もないのでまた「おお<ー>と同じ声が起こった音楽を催促しているらしいのである どうもおかしい。どなたか電灯をつけてください蔵優がせかせかした声で叫んだ誰か立った電灯がついた電灯をつけたのはいとこであった見物席の一同には変わりがないただ一人一同に離れテーブルの側面に ポータブルに対している千七だけがうつ伏せしているその背中から真上へ突き出ているものがある探検の塚だ探検はほぼその根元まで胸を突き刺しているのである千七はもう動かなかった一同が抱き起こしてみると彼は すでに事切れていた次に各人の証言のうち主なるものを記する前に当屋の各人の位置について図解を示しておくことにする A ボックスすなわち吉田康八 B 千七 C モテギ D キシー E クダユー F カツミ G 緑 H いとこ I タツオ いとこ,の証言この探検に見覚えがありますかあります。確か応接間の飾り棚の中に人形だの船の模型だのガラクタ類と一緒に置き並べてあったものです。西洋の探検で高価なものではないようです。応接間にはガラクタを並べておくのですか商売が氷菓子ですから差し押さえで。 仕方なしにガラクタが増えるんですね。家中どの部屋も床の間の違い棚や飾り棚の中にガラクタだらけなんですいつなくなったか覚えていますかそんなことは知りません皆さんが座っていた場所はこうでしたねこうだったと思います誰かがお父さんの方へ歩く気配に気づきましたか全然 お父さんの刺された気配は全然あなたと兄さんだけが後方に座っていたのですね兄は立ってたんですよ座れば見えませんから立ってたから後ろでよかったんでしょうね久田の証言吉田康松は名手の名のある人ですが 旅先のことで人をあっと言わせる芸はできない相談だったのですねそれでもわずかな材料を生かして意表を突く苦心を払ったようです例えば中央にテーブルを据え下には絨毯、側面と天井には暗幕を張り巡らしていかにもテーブルを上げてみせるぞと言わぬばかり絨毯の下や暗幕の上から側面全てて コードや紐のの仕掛け十分の様子にこしらえておいたのです。そのくせその仕掛けは何一つ施しておかなかったのですこれは多分見物の者がそれを改めることを予期して裏を書いたのかと思いますがあるいは被害者からでも私が参観に来ることを前もって知らせを受けて意表に出た用意かもしれません。したがって、 ボックスの中からからくりをやる手法も用いませんボックスの内から外へ通じる仕掛けは一切施さぬ用心をしていたのです従ってあの人が行ったのは縄抜けして前面へ出て曲芸をやるだけのことでしたこの曲芸も最初にちょっと意表をつきましたねかなり巧妙な方法でした夜行塗料の品物でもなしに まず4ポンドくらいの鉄岩と音響仕掛けの道具を投げたんですね鉄岩の落下音も相当なものでしたが音響仕掛けのガラガラガラという快音には悩まされましたよ無論これには紐がつけてあって後で手繰り寄せてポケットへなりボックスの中へなり隠し込むのですこうしてガンと脅かしておいて夜光塗料の品々を操り始めたわけですが えハモニカや笛は吹けなかったはずだと皆さんがおっしゃってるんですかそれはあのハモニカや笛は吹ける道理がありません別のハモニカ別の笛を吹いているんですよ口にくわえっぱなしにね夜光塗料の塗ってない別のものポケットの中の品物ですで結局私には 五感さんの殺されなすった音を聞き分けることができなかったのですが多分あのガラガラの最中ですねあの音響のさなかにみなみな悩まされたあげく方々にため息やうめき声が起こりました多分その一つが被害者の苦悶のうめきではなかったでしょうかうまく重なったものですよ偶然です多分犯人は 音楽が始まると同時に行動を起こし被害者の後ろへ回って音楽の発する位置を頼りに狙いをつけていたものと思われますがたまたまガラガラのチャンスを利用して非常に安全に目的を達することができたのですねガラガラがなくたって目的は達せますが幾分危険ですね苦悶の声や何かで早く分かってしまうでしょう もっとも伝統をつけるまでには間があるでしょうから自分の元の位置へ戻る時間に不足はないと思いますしかし呼吸の乱れや何か隠し切るには一苦労も二苦労もしなければならぬ道理です犯人の心当たりですかそれがとんとわからぬのです注意はもっぱら心霊術の方に吸い取られておりますし吉田康松さんが あれだけ歩き回っても音のしないように仕掛けた絨毯ですから忍び足の犯人の気配がわかるものではありませんそれがわかるぐらいなら心霊術の縄抜けの手品がすぐわかるどおりじゃありませんか見物人には吉田康松さんが縄抜けして前の方まで歩いてきて手品の数々をやっているとは気が付かないのですからね 事件発覚後の各人の挙動についてですかさようですね各人一様に呆然たるありさまという以外に特別不審の者はおりませんでしたね警察へ電話をかけにいとこさんが外へ出ましたしかし他の者一同はいましめ合いました警官の到着まで外へ出た者はありませんでした 誰しも疑われるのは嫌ですから外へ出たいと言った者も,もおりませんそうこうしているところへ吉田康松さんが仕方なく自分で縄を解いて出てきましたあの人にしてみれば自分で縄抜けできるのを人に知られたくないわけですが様子が分かってみればいつまでもボックスに鎮座していられなくなったのでしょうもっとも殺人どこ吹く風というように 手首を揉んでいるばかり、一言もしゃべりませんでした。ちょっとした変人ですね。心霊術師としては、技術の腕が確かです。私が見たうちでは一番と申せましょう。夜光塗料を塗った道具類のさきなんぞは鮮やかで、ハモニカを口にくわえて吹きながら、他のハモニカとメガホンとラッパの三つを同時に空中に使い分けたのはちょっとしたものです。 私ならもっとうまくやってのける自信はありますがねどうも記述の話ばかりで恐縮ですがそれしか注意していなかったんですからどうにも仕方がありませんテギの証言おっしゃるように僕が被害者に最も近い位置にいたわけなんですが記述にばかり心をとられていたものですから 人の気配も、被害者の刺された気配も、全く気がつきませんでした。え犯人の心当たりですってあの場合、誰だって五感さんを殺すことができましたよ。あれぐらい人殺しに終わったら向きのチャンスはありませんね。それはもう、あの場に居合わせた全員が容疑者ですよ。全員が犯人であり得るのです。無論、 僕なぞ位置は近いし、疑られても仕方がありませんが、僕があの人を殺す理由がないじゃありませんか。問題は結局、なぜ殺したか、その理由、動機というものの問題ではありませんかね。え勝見にも遺産の4分の1が転がり込むのですか。いえ、一向に存じませんでした。タケへ縁づいた女にまで、 均等に遺産がねえ。相続なんてことを考えてみたことがありませんので、そんな新法律は全く知りませんでしたよ。え僕の職業ですか土研会社の平社員ですよ。社長の秘書。悪く言えば用心棒ですかね。法律には縁がありません。吉田康松の証言。 あの人が記述師の伊勢崎下代をですか。それじゃあどうも嘘をついても始まりません。あの人の名は心霊術の仲間内では評判でしてな。困ったお方が現れたものですな。それはもうあの方のおっしゃるとおりで。縄を抜けて 前方へ出て曲芸をやったわけですな。丸一虎鉄を下手にした曲芸を暗闇でやるわけなんです。いいええ、あれだけが心霊術ではありません。他に例えば翌日やるはずになっておった幽霊を出して物を聞き物を語らせるというのがむしろ心霊術の主眼ですが。 えその種明かしですかそればっかりは勘弁してください。それを知られてしまえば元もともこなくなるのでしてな。まあ私は私なりに発明した手法などがありましてな。他の業者にもそれを知られてしまえばこんな不都合はありませんでな。え あの晩のガラガララですか。あれも私の新作でしてありきたりの手法に満足しなくなった見物衆の度肝を抜くために近頃発明いたしました今回は初めての依頼者ですから敵地へ乗り込む心得で新作品を12用意してまいったのですが それが犯人に利用されるとは思いがけないことでしたなあ。てのめ方は3ポンド半です。え伊勢崎さんは4ポンドぐらいの鉄つとおっしゃいましたか驚いたお方ですなあ。何もかも見通しじゃありませんか。とてもかないません。 い,いえ、犯人が私の方を回っていったような気配はありませんですな。さよう。私の位置が犯人にはわかるまいと思われますので、私をすり抜けていくことは不可能ではありますまいか。もっとも、伊勢崎九太夫さんなら、それはできます。私のいる位置など、 あのお方には棚心を刺すようでして、次はどこ、次にはどこへということまで、暗闇の中でちゃんとお分かりでしたろう。そのほかの方々には無理でしょうな。ええ、当日、五感さんと最も多く話を交わしたのは、私だったかもしれませんが、 みんな心霊術に関することばかりでしてあの方の身に危険が迫っているようなことむろんひと言もおっしゃるどおりがありません。なんしろ初対面でしてな。夫の証言年齢は 31年5ヶ月ですお前は父を憎んでいたそうだな大雑把に分類すれば好きな父ではありませんが憎むと言っては言い過ぎじゃありませんか何億の財産が転がり込んでうれしいだろうなそれは悪い気持ちじゃありませんよ素直に白状してしまえ みんなわかっているのだ何がわかってるんです僕が殺したとおっしゃるのですか証拠があったら見せてください今に見せてやる時にお前はどっちを回っていったのだいとこの後ろの方だな僕は動きませんよ緑はお前が立ち去る気配に気づいたと言っておるよ 冗談でしょう。いとこも同じように証言をしている傍らを通り過ぎたのは子供のような感じだったと言ってるぞ暗闇のことがわかるものですか暗闇だからバレるはずがないと思っているのだ考えてみてください父を殺さなくったってやがて父が死んだ暁は財産は僕のものではありませんか わざわざ殺す必要があるものですかビルマの孫が来ると財産はお前のものではなくなるのだそのための心霊術実験会ではありませんか伊勢崎さんは絶対にインチキだから心配するなと力をつけてくださっていますこの実験の結果父のビルマ訪問が不可能になるのを信じていたのですから 父を殺すす必要はないので大体いい僕はしがない客引き番頭ですがともかく暮らしに困らない定職があって多少の貯金もあるほどですから今すぐに父の財産を継ぐ必要なぞないのです老後安穏に暮らせるだけで結構で今のうちはその希望とともに客引き番頭で野良くら暮らしている方が むしろ生きがいや張りがあって楽しい毎日だったんですよ今すぐ父の後を継ぐというのはむしろ怖くて望ましいことではなかったのです伊勢崎下雄は吉田康松の心霊術を褒めてるぞ日本一だと言ってるビルマの孫のところや名を言い当てるのは不可能でないと褒めちぎっているのだ 僕はそんなこと初耳ですよ伊勢崎さんが心霊術のインチキを暴いてくださるものと確信していたのですお前の着物に血がついていたぞそれは父を抱き起こしたのが僕ですから血がついても仕方がありませんあの場に居合わせた人々の中で父を抱き起こす役割は当然僕が引き受ける以外に仕方がないではありませんか お前はバカ力があるんだな客引きですから年中荷物をぶら下げて歩いているせいでしょうお前は座っている人を立ったまま力いっぱいつくことができるんだからなそれはできるでしょうやろうと思えばねしかし僕はやりませんそんな危ない橋を渡らなくっても町さえすれば自然に転げ込む財産ですからね その一つ文句で言い逃れができるつもりか真実には多くの言葉は無用ですよ僕が焦って父を殺す必要は元頭ないのですからそれで言葉は尽きてますよ頑固なやつだ今日は返してやるから一晩ゆっくり考えてみるがよい谷村警部の補足せる報告 狂気はご官邸応接間の探検鞘は死体の傍らに発見せらる証拠物件はこの一つのみ鑑識の結果指紋の検出を得ず目下の状況においては現場に同席せる全員を容疑者と目する以外に有力なる証言を得ず位置の関係より達夫、茂木 いとこに最も可能性ありとするも他の四名を不可能と断ずる根拠またなし以上翌日曜は一度足止めを食らったまま何事もなくて月曜に至ってご官邸へ参集を命じられた午後六時半には日が暮れるから一時間半繰り上げて七時から 前々日と同じことを実演してみることになったのである各人の御官邸到着から実演室への着席まで順を追うてやるのだがここら辺で便所へ行ったっけお茶が来たっけそうだったかなあというあんばいでらちが開かない威勢のよい茂手木はとうとう怒ってしまった俺は勤め人だぜ 熱海へ足止めをしてくだらないことをさせて大体いい警察のやり方がなってやしねえや最新の科学を利用してテキパキと物的証拠がつかめねえのがやい銭形平時時代みたいな実演会なぞ今時やるとは何事だまあ君我慢して今晩だけ付き合ってくれたまえ明日からは自由だからというようなわけ まず見物人が着席する現場は死体がないだけでそっくり以前のままである吉田康松はこれまた哀れで千七とどこでどうして何を喋ってどこを通ってと相手がいないのに相手の分までやらされてようやく実演室へたどり着く続いていとこがあたふた駆け込んできて間に合った ババカバカしい。やけを起こして転げ回っているいずれも先日同様のもしくは類似の服装であるが茂木と岸井は洋服に靴下吉田やそ松も洋服に靴下履きで管裕と達男が旅である女も無論足袋か靴下で素足の者は一人もいない 警官がかわって吉田やそ松を椅子に縛り付け、いよいよ実演の段取りとなったが、今度はやそ松がおこってしまった。警官たちをにらみまわして、あなた方、どうしてそこいらに立ってなさるんです。それじゃあ実演ができません。とっとと引き取っていただきたいね。警官が立ち会わなくちゃ実演の意味をなさんのでな。 こんなにたくさんあちこちいちゃ邪魔でしようがない。この警官たちがみなさんの代わりに被害者の方へ歩いたり、その気配を聞き止めたりする役目なのだから、しかたがないよ。しかしあなた、私の方のそばにいちゃ、鉄眼を投げたり、ガラガラを投げたり、いろいろなものを上へ投げたり、振り回したりするのだから、 それじゃあ到底実演するわけにはいきませんそれはもっともだこっち側の警官は不要なのだから邪魔にならない隅の方へその床の間の辺りへ集まるがよいようやく準備ができた被害者の方へ忍んでいくのは達夫、茂木いとこの3名の代人だけらしく3名の後ろのそれぞれの位置に警官がいる またキシクダユカツミの後ろは無人のところをここには聞き役の警官が座についているいとこが伝統を消してきた「おお<ー>!」という八十松の遠ぼえ警官の隊長が代わりを務めたらしくポータブルが鳴り出したそれからは千夜そのままである。 さすやそまつの芸は巧妙で時間の間隔まで間髪の差もなく舞い回る品々も同じ場所に同じ動きを示したように思われたこんなことをやってみたって実は無駄に過ぎないのだ心霊術に注意を集中している場合と他の物音に注意を集中している場合とではその差甚大ではないか甚大すぎる差と言えよう それですら物音はほとんど聞き取れなかったのだからこの実演の結果は全員の容疑が一様に深まっただけで特定の一人の容疑を深めることは完全に失敗に終わったのである特定の一人といえば特に茂木の代人はガラガラが鳴り始めてから行動を起こし鳴り終わる前に行動を終えてなお余裕しゃくしゃくたるものがあったのだが かかるガラガラの鳴ることを予期しうるはずもなくまたその鳴り続く時間を予知できるはずもないだからそれを容疑の理由にすることは無理であった実演を終えると達夫は容疑者組を引き止めて「一杯やろうじゃありませんか親父のガマ口の中のものを失敬してもみんなで一杯やる分には差し支えはありますまい」 今夜は当家開賭以来の宴会でさ。と言っても大したご馳走は出やしないその辺のてんやものをとって主演をやった警官に一杯どうぞなぞと誰一人言う者がいない容疑者ともなればみなみなむかっぱらを立てるのは当然で生地おせじを使ったばかりにかえって怪しまれては物騒と。 知らぬ顔をしている。警官たちはなおしばらく現場の方で何かやっていたがやがて署長が現れて「いや皆さん誠にご苦労さまでした。さぞ嫌な思いをなさったでしょうがもう今夜限りで足止めはいたしません。東京の方は東京へ大和の吉田さんは大和へ。それぞれ遠慮なくお帰りください。 現場の枠や道具類は用がありませんからご随意に荷造りしてくださいただ絨毯だけは血がついておって証拠品ですから暫時警察でお預かりいたします絨毯とテーブルだけはご当家のものですそうですかそれではなおさら都合がよい奥に2個荷造りしたままの荷物がありますが あれは吉田さんお使いにならならかかったのですかあれは、特定の霊を呼び出す時の道具立てでして実はアクルバンに用いることになっていたのですがその用がなくなったわけです道具立てがなくちゃ幽霊は出ませんかな心霊術の幽霊は本物よりも芝居の幽霊に似ているようですなまあ そんなわけです。では失礼警官一行はちょっぴりと心霊術に皮肉を残して立ち去ったのである警官にしてみればいまいましい心霊術目というわけだろうこんなものがなければこんな厄介な事件は起こりやしなかったのだ商売熱心の管裕はふと気がついた様子でやそ松に向かって 吉田さんにお願いがあるんですが心霊術ではさすが日本一と評判の高いあなた実は私特定の霊を呼ぶ方にはあまり巡り合ったことがございませんのでね一つこの機会に妙な因縁ですがこうした変な風に実婚を重ねたご縁に「今晩特定の霊を呼ぶ方の心霊術を見せていただけませんか?」。もちろん謝礼はいたしますすが。すると、 いとこが踊り上がって手を打って喜んで「すばらしいわねお父さんの幽霊を出してちょうだい犯人を聞きましょうよ」安松は頭をかいて「あの暗闇じゃお父様にも犯人はわかりますまいそれに私が犯人を知らない限り幽霊も犯人を知らない規定になっておりましてまあ あなた方には白状しておきますが、さっきの所長の言葉通り、本物よりも芝居の幽霊に似すぎているんですな。とても伊勢崎さんにお目にかけられるような芸ではありません。それに、こう申しては失礼のようですが、この八名の中に一名の真犯人がいることだけは確かでして、 どなたがそれとは分かりませんが、私としましても、幽霊の術を見せてあげるような気分にはなれませんでな。当然当然、大体、こんな晩に幽霊を呼ぶ術をやろうなどとは、不謹慎千本だもてぎが大きな体を揺すり上げて、怒り声でわめいた。いとこは怒って 女番ってどんな番なのさたかが親父が殺されたぐらい先生して当分結構な番じゃないのそうかもしれないわね私もそう悪い気持ちじゃないわとみどりがいとこに加勢したそしてこう付け加えていったのである私はねあの心霊術の音楽が真っ暗闇で鳴り出した時今ピストルか担当があったら 父を殺してやりたいと思ったのよ。そのうちにガラガラが鳴り出す。ええー、畜生め。無念だなあと思ってね。思わず無念のうめき声を立てたのよ。何屈ったくのないのんきな顔だ。だゆうは呆れて。はあ、そういう真剣なうめき声もあったんですか。そうなんですよ。 のんさがに乗り移って、ね、つまり私は共犯かなやめとけ一寸法師が立ち上がってジダンダ踏んで怒りだした酒が回って真っ赤なほおずきのような顔である怒りがなかなか止まらぬらしくあちこち駆けずり回ってはジダンダ踏んでいるこうして怒りを自制する方法を常用しているのかもしれない いとこはそれをおもしろがってながめていたが天下一品の兄貴だよとても肩身が広くってね熱海の駅で客引きしている一寸帽子の妹を知らねえか時々短歌を切ってやるのさ私の坊やフレンドにねやい帰れみんな帰れお前が出てけやいいとこ なじだんだふんだって1メートルじゃ生えないや首をくくるにはかもいが高すぎるしいい身分だなうん一寸帽子はますます真っ赤になって必死に我慢しているのであるではお先にと管うは腰を上げて急いでもどったのである もっともクラユは決して不愉快だったわけではないなんとなく憎みきれない一族だむしろ好意を感じた方が強かったどことなく天真らんまんなのであるやけのやんぱちの底をついているにしてもクラユは寝られぬままに 犯人は誰かということについて考えてみたあの暗闇ではみんなが殺しに行くことができるそして殺すことができるしかし記述史として考えてみても殺してから元の位置へ誰にも悟られずにぶつかったり触ったりせずに戻ってくることが難物だ人と人に挟まれた位置のものが 特に困難である。奇術師の立場からでも相当に難物だところが伝統がついた時一同元の位置にいたのであるから人と人とに挟まれた位置のもの、特に下ゆうその人の両側は犯人の容疑から取り除いてもよろしいようだ実際問題として不可能に思われるのであるその両側は 岸井と勝美であった。両端の茂手木と緑いとこと達おは元の位置へ戻るのが割合楽だしかし緑は離れすぎているそして達男の前面へ戻ってこなければならぬ前面へ戻るのと後ろへ戻るのでは割が違う後ろの方はいいかげんのところで間に合わせて 檻を見て何とでもすることができる前方の人々は後ろに目があるわけではないおまけに緑は着物であった緑の位置からではむしろ前方の隅を回ると仕事は楽なのだが心霊術とは何者かその正体を知らない者が術の行われている前方を回ることができるはずはないこれも容疑者から決してよかろう 結局茂手木と糸子と達夫である糸子はしょっちゅう出入りしていた電灯を消したのもつけたのも事件発覚後電話をかけに部屋を出た唯一の人物も糸子であった糸子は八頭身ぐらいの立派な体で相当に腕力もありそうだから塚かも通れと探検を差し込むことが必ずしも不可能とは言えない 伝統を消して戻ってくる時隠しておいた探検を持ち込むこともできたはずだ伝統をつけに出た時電話をかけに出た時証拠の品を隠すこともできる機会に恵まれている唯一の人物なのであるいとこの位置が殺して戻るに最も有利で一同の後ろへ戻ればよいのだからそしてその間に人の介在が皆無なのだから 彼女の場合、戻り道でしくじる危険は全くなしと断じてよい。有力な容疑者だが、動機が希薄だ。茂木も被害者へ最短距離だから、往復の不自由は他に比較してはだ,はだしく少ない。岸井と二人だけで応接室にいた間に、探検を盗み取るチャンスもありえたろう。彼は、 戦地において人殺しを常習にしていた怪物だからあの好条件に恵まれて戦七をひとつきに刺し殺すのは熊振りの閲楽ぐらいにしか感じなかったかもしれないのである動機はこれも希薄だが性格的に人殺し的なのだからこれは有力な容疑者である達夫は動機の上から最大の容疑者であるなるほど 殺さななくともも自自然にに分のものになる財産だということは一応筋が通っているが正しい筋の裏側にはそれと同僚の逆が含まれているのが当然である殺さなければ財産を失う恐れというものは一つや二つの原因理由に限られているものではなく無数の理由によって生じうることが可能なのだからかえって 一応筋が通っているだけ言い訳にならないと言えるのであるただそのような恐れの生じる理由が実在したかということが問題だ達夫もいとこも同様後列であるからいとこに次いで往復に危険の少ない位置であるとにかく後列は前列よりも甚だしく有利でおまけに後列は2人だけで隣がないのだからなおさらだ 最短距離の茂木よりも達夫の方が往復に有利とみてよい達夫の位置の場合遠距離ということは苦にならないのであるあんに沿って歩けばよいのだこうして見ると同期の上でも位置からでも達夫が最有力の容疑であるがいとこの技ざけりに対して示談だ踏みかけまわって必死にこらえていたあのありさまは どうう解釈すべきだろうか。再び人殺しを犯す苦を必死にこらえていたのかむしろあの地団だは到底殺人のできない器用な昇心な性格を表しているのではなかろうかゆうはあの地団だになんとなく好意を抱いているのだこの結論は出せなかったさて その翌朝だおはよう記述師さんと言っていとこがやってきたゆうべはうんざりして逃げたんですかい,いえとんでもないむしろあなたの一族に初めて好意を持ったのですよあなた方4人のきょうだいにねいとこは素直にうなずいた私もおじさんが好きになったわ維心伝心ね,んしんね 虫も好き好きかな勝美姉さんたらあんな人殺しが好きになるんだもの私はね今日は重大な報告に来たんです吉田康松っていやらしいわねゆうべ私の寝室に忍び込んできてね私が蹴飛ばしてやったら女中部屋へ行ったんですよその騒ぎ声に 1m の先生が目を覚ましてね彼氏奮然と奮い立つとすごい力でしょ での太さだったらお相撲ぐららすんぐいあるんですからね。八粗松をノックアウトしちゃって小気味よかったわよ何しろストレートパンチがおなかから下の方だけにしか命中しないんですから心霊術の先生もたまらないわよ命に別条はなかったわけですねそれはもう熟練してるから宿屋の番頭は 酔っ払いを適当に殴る限度を心得るのが重大な職業技術の一つなんですってね。えー、っと重大な報告というのはそれじゃなかったんですけど女中のみっちゃんがねそんなことがあったんで思い出したらしいんですがどうもねあの開けずの荷物が変なんですよあの荷物だけ直接うちへ送り込まれたらしいんですね。ねちゃんから知らせを聞いて安松君が2を受け取った時にね どうも変だな、何の荷物だろうと言ってとても不思議がってたんですってともかく開けてみよう点で峰ちゃんに包丁を持ってこさして今や開けようというところへ父が血相を変えて出てきたんですってね「待てそれは俺のだ!」と言ってすごい剣幕で怒鳴ったんですってさ怒ってもすごい剣幕を人に見せるような素直な父じゃないんですよ もっと陰険な父なんななですところがその時はものすごい剣幕で怒ってね包丁を取り上げて八十松くんはその剣幕に驚きながらも「ですがこれは私な宛ての荷物なんですから」と答えると「誰の名宛てでもその荷物は私の荷物だ!」と父はきっぱり断定して人を呼んで奥の部屋へ運ばせてしまったのだそうです。 そきみょうですね奇妙でしょうもっときみょうなことがあるんですけさ8時ごろやそまつくんはくるまをよんでそのにもつだけえきへもっていっておくりだしたんですめがさめるとしょくじもせずにいきなりですよれいのじつえんじょうのほうはまだそのままなんですしょくじをたべおえてからぽつぽつとりかたづけにかかってるんですよ。 どうしてみんな出来上がってから一緒に運ばないのかと思ってね何か訳がありそうだからおじさんに報告に来たのですそれはすばらしい報告かもしれないねとびきりのねうーんそうか忘れていたねなぜ五感千七氏がビルマの孫を引き取ることを思い立ったかその謎だ待てよ 九太夫は思わず総合を崩したがいとこさんちょっと待ってくださいしばらく考えるからしかし急いで考えるよ急がなければ追いつけないのでねその間にいとこさんに警察署へ行ってもらおうか至急その荷物の発送を抑えてくれとね訳は考えをまとめた上で話します間違っているかもしれないがいやいや必ず当たっているはずだ いとこさん、急いで急いではいはいいとこは大至急立ち去った警察でも荷物の発送を暫時止めるだけなら大したことにはならないとみてかとにかく重大事件の関係物件であるから管優の望み通り荷物の発送を抑えておいてくれたのであるそこへ管優が警察を訪れてどうやら 事件が解決したと思いますよ。少なくともあの荷物の内容を調べてみればねまあお茶を一杯飲ませてくださいそれから5時間後すでに吉田康松は千七殺しの犯人として逮捕され留置場に入っていた太夫は自分の旅館のロビーで いと達と夫を前にコーヒーをすすりながら気持ちよげに自慢話をしていたのであるあなた方は4人そろってなぜ父がビルマの孫を呼ぶことを思い立ったかその本当の魂胆が知りたいと言ってましたね少なくとも実演の始まるまではそれがあなた方の最大の関心事であったはずところがね殺人事件が起こるとそれをばったり忘れてしまった 無理からぬことさ、当の本人が殺されてしまえばその魂胆も殺されたも同然でもはや問題でなくなったわけだ私とても同じことそのことは今朝いとこさんから荷物の話を聞くまでふっつり思い出したことがなかったわけだところがいとこさんの報告を聞いてピンときましてね多分ビルマの孫の秘密がその辺にあるんじゃないかとね それから考えてみた。するといろいろなことがみんなそれに結びつけるとすっきりと説明がつくのですよまず第一に五感さんはいつも土曜の夕方に来て月曜の朝東京に戻るのに今度に限って木曜の夕方に来て金銅と外出もしないということですね銅日と決まった心霊術の実演会を待つのに 木曜から来ている必要はありませんやいかに張り切ったにしても子供でもそんなことはやりっこありませんつまり荷物を待つためだ吉田八十松宛てに来る荷物だから八十松に知られぬうちに処分したいそれで待ちに待ってたのですよ第2には八十松の荷物は駅止めでついていますしかるに 他の1個は送で、で五千七方吉田松、発送人も松です。同一人の送ったものが一つは託送、一つは駅止めこれが変だその謎をきれいに解いてくれるのがいとこさんの報告ですそれは俺の荷物だと叫んだ五官さんがすごい剣幕で走ってきたといいますし八松が荷物を受け取った時 何度にだろうと不思議がっていたというではありませんか不思議があるわけですよ自分の荷物じゃないんだものねそれじゃあ父の荷物なんですねつまりこの荷物をヤマトから熱海へ送り込むのがビルマの孫の秘密だったわけですこの大荷物を怪しまれずに熱海へ到着させるにはどうすればよいか熱海駅でよりも、 ヤマトからの発送が問題なんですヤマトから大荷物を送ると怪しまれる理由があったのですからそこで考えたのは怪しまれずに大荷物を動かす方法これがビルマの孫の秘密なのです心霊術師は出張ごとに大荷物を動かすのが普通なのですからしかもヤマトには吉田康松という評判の心霊術師がいます このことを知るに及んで五官さんは大喜びしたのでしょうねそこで早速心霊術師を呼び寄せるべき理由をあれこれと考えてまず戦死したはずの長男が幽霊になって出てきたと言いふらしたのです幽霊といろいろな話をしたが孫の名と女の名と住所だけ聞き漏らしたそこで心霊術師に頼んで例のお告げを示してもらう必要があると言って ついに心霊術師を呼び寄せる段取りまでこぎつけたわけです大和の吉田や松と手紙で往復して日取りも定まったそこで五官さんは大和へ急行して例の大荷物を作り大和の吉田や松より熱海の吉田や松宛てに発送したわけです吉田や松の大荷物ならあの地方では誰に怪しまれる心配もありませんそうですから 駅止めよりも遅れてずっと前に出したのが土曜の昼ごろ吉田八十松が熱海へ来てからついてしまったこれは失敗でしたしかし荷物はとにかく到着しすごい剣幕で八十松を叱りつけて荷物を巻き上げ奥の部屋へ運び込んだのですからビルマの孫の一件はそれで役が済んだわけですですから ビルマの孫の一件の方を後回しにして実験会の方を先にやるようなのんびりした気持ちになったわけでビルマの一件に重大な意味があるなら何をおいてもビルマのお告げの方を先にすべきではありませんかそのお告げを後回しにしたというのはもうその一件が役割を果たしてしまったからですよ五感さんはしごくのんびりしてしまって実験会の楽しみの方を先にした始末ですが そこに容易ならぬ大敵が生まれていたことを知らずにいたのですね八十松がなぜ父を殺したんですか達夫が熱心に聞いたそれはね吉田八十松は貧性下劣な人物なんだね彼は五官さんにすごい剣幕で怒られて荷物を巻き上げられたからいろいろ考えてみたのだろう 自分が送った荷物でないのは確かだし託送という方法から見ても自宅の者が送った荷物とも思われないまた自宅の者が送る理由もないのだねすると確かにあの荷物は五感氏のものだしかし五感氏は自分の名で送らずに吉田八祖松から吉田八祖松宛に送っているそこには深い司祭があるはずだ悪知恵の働くやつだから お,およその見当はついたんだね。少なくとも本人の名では送れない何者かだ心霊術師は人に怪しまれずに大道具を発送できるからそこを狙ってのからくりだその内容は天下に孔明な氷菓子の秘密の荷物であるから素性のよからぬもので高価なものに相違ない核も苦心して送り届けている以上 よほど重大な何かが詰め込まれているに相違ないこう断定したのだろうね彼は奥へ運ばれた荷物がまだ開けられずそのままになっているのを見届けたからこれを巻き上げようと考えたのだその方法は簡単だ五感さんを殺してしまえばよろしいのだかほどの秘密の品だから多くの人が荷物のことを知っているはずはない 表向きは立派に吉田康松から吉田康松へ送った荷物なのだから五感さんを殺してしまえばあとは簡単だ明日の実験に用いるための道具が入っているのだがもう用がなくなったからと持ち出して駅から送り出してしまえばすぐのさそこでこの日の実験はもっぱら五感さんを殺すための都合だけで道具立てをしたのだね 下へ絨毯を二重に敷いた足音を殺すためだ彼の持参のレコードのうちに最も音の高いユーモレスクの曲を選んだり鉄眼とガラガラを仕掛けたり五感さんにレコード係を頼んだりね殺しの準備は満点だ奴めは自由に歩き回ることができるし五感さんの近くに来ていながら鉄眼とガラガラを中央辺へ落として 自分の位置をごまかすことが完全にできるのだから五感さんも助からないガラガラが鳴り出すレコードの音を目当てに五感さんの後ろへ回り気配によって十分に狙い定めてひとつきに突き刺した八十松だけはガラガラが長くなり続くことを知っているのだから狙い定めて仕事を果たすだけの落ち着きもあったわけだね 死体の傍らへさやを落として、あとは手慣れた暗闇の曲芸をやればよかったのだ。かほどのやそ松もこの成功に慣れてが、いとこさんと女中を襲って殴られたり、また例の荷物を発送するのを急いだりして、怪しまれるようなヘマをやってしまった。このヘマがなければ、やつは捕まらなかったね。身代わりに捕まるのは、達夫君だったかもしれないよ。危ないところさ。 私も一時は達夫君以外に犯人はないように思ったことがあるほどなんだからで荷物の内容は何だったんですさあそれなんだよ終戦の前後に五感さんは大和にいたらしいねええ京都奈良が焼け残っていましたからあちらで商売していました大和で盗み出した信濃古仏だそうだ 誰かがシナから持ち帰った一品でねシナでも国宝中の国宝というべき一品だそうだよそれがね頭や首輪や腕輪や目やおっぱいや足輪などに古今無類の宝石をはめ込んでいて時価何十億か見当もつかないものだそうだ等身大六尺ぐらいの仏像だったんだよ管優はほっとため息を漏らしたが いとこさんはカラカラ笑って「仏像を盗み出すなんて父にしてはできすぎてるわねあきれたインチキ詩人だ」と言って舌を出した。